私は殻に閉じこもった。半年間自分を責め続けて部屋から一歩も出られなかった。でもね、お母さん、言ったの。ホナミは進学しなくちゃダメって。あなたの幸せを掴んでほしいって。私はこの学校でやり直そうと思ったんだ。もう一度お母さんと妹の信頼を取り戻すためにも。